皆さんこんにちは。さて、人生を通して熱いメッセージを、そしてご自身に届くようないろんな贈り物をということで、この番組を進めさせていただいております。スペシャルゲストとして登場していただいております、元年俸120円 J リーガーでいらっしゃいます、アミコ高政さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、アミコさんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、もう爽やかにですね、もうどんな話でも今日しちゃうよというところで伺いましたし、はい、いろいろとお話聞けたらなと思うんですけど、まあ、何よりも多分皆さんは本当にアミコさんといえばちょっとしか聞いたことないっていう人も、なんかチャレンジしてる人、なんか挑戦してる人で、知ってる人は知ってる人で、うん、今度は何する人なの、うんうん、っていうようなイメージがあると思うんですけど、はいはいはい、現在、はい、なんかやろうとしてることといえば、はいはい、あの話題かなと思う。まあそうですね、その話題ちょっとお聞きしたいなと思ってまして、はい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 、J リーガーとしては、はい、もう自分の中ではやったかな。もう十分です。十分やった。もう本当幸せいっぱいな3年間だ。ああ、なるほど。その中で今度は何されるんですか。格闘家です。格闘家なんかこの点と点が結びつかないっていうところは、まあJ リーガーめちゃくちゃ本気で目指されてましたよね。もちろん。それをやめるっていう決断って、はいはい、なんかそう簡単にできるものなのかなっていう。そうですね、はい、常に今を語れる3つを気にしてるんですよ。今を語れる3つ。3つで、僕去年の頭に書いたのが40歳で J リーガーになった男、はい、それからオールドルーキー、おそれから年俸120円 J リーガーっていう、はいはいはい、この3つだったんです。で、よく考えたら40歳で J リーガーになったのは2年前の話なんですよ。で、年俸120円 J リーガーは2年目だったんですよ。なるほど。今じゃないじゃん、全部と。今で語りたいと思うと、現状自分に何ができるかっていうのをすごい考えた1年間だった。はいはいはい。ある意味なんすか、見られ方じゃないですか、うん、誰かに対して の, その、はい、見てもらい方っていうのを意識されながら生きてらっしゃるんだなっていう。そうですね。だから僕はどっちかというと、その国の偉いさんとか、はい、そういう人たちに何か言いたいわけじゃないんですよ。うんうん、国民に言いたいっていう。だからアンチも多いのかなと。この壁の向こう側に届かせるためには、僕自身の価値を上げておかなきゃいけない。そうすると僕自身が何をやってる人っていうのが、実は世の中にとっては大事だっていうことですね。ってことは、それが伝えれる方法であれば、はい、それがもしかしたらサッカーだったのかもしれないし、はい、違うものに変わったとしても、はいはい、そっちの方がまた伝えやすいのであればそうそうです、いいんじゃないか。はいはい、2つ目で格闘家っていうか、いろいろ悩んだ結果、うん、格闘技で、これはなぜか僕リングに立ってるイメージができたんですよ。いわゆるこれが初めての体験、そのイメージできるできないを今まで体験してなかったら、うん、一か八かかもしれないですけど、はいはい、自分の中ではそれがよりまた証明してくれてますよね。そうなんですよ。一生懸命志したことを次に切り替えるって難しくないですかっていうところに対しての今回答はいただけたかなと思いますけど、はいはい、まさにその格闘家になるっていう話ですけど、はいはい、どうやってなっていくんですか、これから。まず大事なのは、はい、僕は強くなりたいために格闘家になるわけじゃないんですよね。格闘技ということで鍛えられる精神、うん、この精神を持って固定観念を打破したいんですよ。で、そこに大事なのは強さじゃないんですよ、もう精神力なんですよ。ほう、大事な、はいはいはい、で、もっと言うと私利私欲損得の世の中じゃないですか今。そうですね、そうですね。僕は常に自分を空っぽの状態にしておきたいんですよ。で、そこがまず大事。そうすると僕はリングの上はある種同志を見つけるための儀式なんですよ。拳と拳を交わしてお互いの人生観を感じ合って仲間にしていくための儀式だっていうことですよね。それをもって固定観念を打破したい。それは人間という本質の探求だと思う。探求するためにいろんなものに触れて好奇心を持って、で、その生き様を紡いでいって100年を残したい。先ほどなんかその格闘家というのを今のアミコさんの話を分解していくと、はい、いわゆるトレーニングすること、この格闘技に対して学び、その精神を宿すことっていうのが自分の中で空っぽな状態を作る、それにもちなむこのことかなと思いました、はい、それだったら格闘家というよりも自身だけでそういうトレーニングっていうところで一貫すればいいのかなと思うんですが、さっきリングでは同志を見つけるっていうところを話されたりとか、一人だけじゃなくって、その同志を見つけるというのはどういう感覚なんですか。結局そこに仲間が必要ということです。僕が一人で何もできなかったというか、もうここまで来たら一人じゃ何もできないです。自分の後悔を取り返すまでは何とかやりましたけど、ここから次の100年を見つけるためには人を増やしていかなきゃいけない、うん、次の未来を見据えた何かをやろうとする人が増えていったら変わると思うんで、見てもらいたいんですよ。そこで拳を交わしている、その戦っている姿を見てもらって、ああ、私も同じ思いになりました、
損得じゃなく、私利私欲だけじゃなく、もっと未来のこと、次の100年を考えて一緒に生きていきましょうっていう人を増やしたいんです。勝ちだろうと負けだろうと、そこで見える姿から出てくる気持ち、精神みたいなところはどんどん波及していければ、勝つ格闘技っていうことに対すると、本気で勝つためのもう勝つということに対しての固執をして、これのために頑張ってるっていう人たちもいる中で、じゃあそういう気持ちって一緒じゃないじゃないかっていうふうに思われるみたいな、いろんな要素って多分他にあると思うんですけど、でそれを受けたとて、アビコさんの中ではその辺の気持ちってもう一切変わらないですよね。格闘技舐めてるのかって今でも言われますけど、舐めてできるもんじゃない、だから僕今生きると死ぬのをめっちゃ考えてるし、そこにプラス時間っていうものを概念も考えてるし、だからそういうのを踏まえた覚悟を持ってやってるので、でもそれでも僕は勝ち負けじゃないって言いたいんです。まあそうですよね。拳を交わすからにはやはりその勝ち負けっていうところに対しては真剣に勝ちに行くんですか。そうです。あ、そうです。負けに行くってことはまずないんですね。だから本当に相手をしっかりと倒しに行くというか、僕の拳を感じろよっていうところはもう間違いなくあります。まあ本当にそこに乗っているっていうものが、知らない人たちとかそういう風なところにご縁がなかった人たちでさえ感じれるような一発一発が生まれるってことは、あ、こいつこのためにやってたのかとか、この人見てマジで感動したわと、心動かされたっていう人は増やしたいので、その心動かされたというのは自分の人生に何か一歩変える、その半歩の勇気みたいなところを持ってもらうみたいな、それはやっぱ拳に乗せたいし足に乗せたいし、だから見てほしいのは僕の勝ち負けじゃないです、勝敗じゃないです、姿なんですよ。この姿が生き様なんです。それが乗ってるかどうかっていうのをしっかり見てもらいたいなと。でもめちゃめちゃ弱いけど、クソほどリスペクトされてる格闘家でありたいんですよ。じゃあそのリスペクトって何から生まれるのって、強さじゃないよね、精神力を鍛錬して、その人が思い描いた見たい社会やそういう表現力、そういったものに対してリスペクトするわけです。言葉ややってることや強さだけじゃリスペクトされないんですよ、だからこそ僕はそこで見せたいのはそういうことだっていう。わかりました。ありがとうございます。本日アビコさんからお話を伺いました。まあ、今まで J リーガーというところでですね、 J リーグ界、サッカー界でもいろいろな話題をですねかっさらいまして、そして生み出しというところで、そこにだいぶフォーカスをされていたんですけど、皆さんとしても新たなチャレンジというところで、格闘家というところでハテナマークもあった方もねいらっしゃると思います。その中でどうしてそういうふうに決意したことっていうものを新たに切り替えることができるのかというポイントであったり、またはその格闘家に対してどういう勝利を収めるかというわけではなく、格闘家を通して伝えられるメッセージというところへと今度はチャレンジしていくというようなお話になっていたんじゃないかなというふうに思います。はい、お話を聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日のスペシャルゲストということで、アビコさんにお越しいただきました。アビコ高松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。